西岩尾殿寺は、熊本県阿蘇市黒川にある、天台宗の寺院。三号は、阿蘇山。古くから、阿蘇山修験道の拠点として機能し、九州の天台宗の中で最高位の自覚を持つ、寺院の一つである。本堂は2001年に、火災で消失し祖先のみ残るが、山門をくぐり、石段を登った。本堂跡には、阿蘇日の木や 遺朝の古木が見られる。周辺には、僧帽跡が点在し、多くの文化財が保管されている。会期には2節ある。寺院が取る726年説は、天竺飛車守国から捕来した。そう、最堺が、聖武天皇の直眼を受け、阿蘇山上に登り、阿蘇明神、伊達岩流命を監督したとするものである。1144年説は、 比叡山の時系大資料源の弟子、最栄が、阿蘇神社大宮司智隆の許しを得て、阿蘇山上に登ったとする説である。どちらの説にも共通するのは、阿蘇山の河口の西の岩殿に十一面観音菩薩を安置して、岩を開き、絶えず、北っ行を独唱したため、最栄独死と呼ばれたとするものである。阿蘇山上に最栄が岩を開いてから、 多くの修行像、修験者が、阿蘇山上に集まった。それらの人々は、現在の旧阿蘇山スキー場一帯の牧野に当たる地に、帽子を建て、厳しい環境の中で修行に励んだ。その数は三十六坊五十二案と言われる。西岩尾殿寺とは、本堂に加えこれら坊や案を加えた総称である。しかしこの本堂や小坊中は、 天正年間に島津と大友の戦乱時に、軍勢によって焼き払われてしまい、豊臣秀吉の九州統一時には、衆都や行者なども寺を去ったと伝わる。これを再興させたのが、日後に入部した加藤清正だった。各地に散った僧侶たちを呼び戻し、三条本堂を修復するとともに、麓の黒川村に36坊を復興させた。この黒川の坊は、 麓も中と呼ばれ、地名もぼ中と改められた。これに対応して、阿蘇三条のぼうとは、小ぼ中と、名称が改められた。さらに寺漁も付されるなど、熊本藩の庇護は、細川家時代になっても続いた。この最高には、長前坊千切りみという奉仕の尽力が功を奏したとも言われる。江戸時代には、阿蘇港と呼ばれる、観光。 主言道体験が行われたり、豪王法院の札販売などでにぎわった。明治政府が発した神仏分離令によって、西岩尾殿寺は、廃寺が決まり、ほとんどの僧侶は減属した。しかし1871年に、三条本堂を、麓坊中の一つ学徒坊に移し、1874年には、学徒坊を西岩尾殿寺とすることで、 宝刀は継承された。1890年には、古籍保存のために、三条本堂が再建された。2001年9月22日午後8時40分、頃、不審火により六本堂が消失する事件が起きたが、僧帽などに保存された貴重な文化財とともに、信仰を継承している。阿蘇山西岩尾殿の寺では、 毎年4月13日に、阿蘇山観音祭りが行われる。主言者による日渡り、湯立ての荒行が取り行われる。開催日は、明治時代の住職である、クリアスケ春の命日にちなむ。クリアスケ春は、畜後国を異軍に生まれ、比叡山に登り修行した。若くして、剣僧城に部任され、比叡山斎藤の寺院の住職となる。 廃物希釈によって一時減続するが、西岩尾戸の寺復興の際に壊れて、建想城に復帰し、明治9年に新山した。翌年に、西南戦争が起こり、阿蘇では、農民一揆が起こった。県令より届いた内族の直所、旧藩主細川家よりの私油分を携えて、各村を巡回し、一揆などその方向を誤ることのないよう説いた。それが、 殺軍に聞こえ、囚われて、魚梨の坂屋、大黒屋の庭先において、拷問を受けた。それがもとで、同年4月13日に息を引き取った。その勇気ある行動を称えて勇士により、西岩尾戸の寺境内に墓所を作り、その墓石に、クリアス決春の功績を刻み、毎年4月13日に、小根祭を取り行うようになった。昭和50年代に、 当時の住職により、クリアスケ春の慰霊祭である小根祭に合わせて、日渡り、湯立て等の荒行を、主元社が行う祭りを合わせて、行うようになり、名称も、阿蘇山観音祭りと改めた。他に、本堂と仏像の体があったが、2001年9月に、不審火で消失している。阿蘇登山道路傍中線を、阿蘇後竹に向かい南下すると、道路沿い右手に位置する。 九州観光と温泉、西岩尾殿寺。株式会社システム工房。2008年7月20日閲覧。ABC、みんなで守ろう文化財、ボリューム4、西岩尾殿寺。阿蘇市2008年7月20日閲覧。ABCD、地域発ふるさとの自然と文化、西岩尾殿寺。熊本県地域振興部情報企画課 2008年7月20日閲覧。時系大資料源は985年に没しているので、再社会が自家弟子とすれば年代が合わない。今月の災害、事故2001年9月。西日本新聞。2008年7月20日閲覧。おい町一、クリアや。ごい町。2008年7月20日閲覧。ありがとうございます。